松永久秀はひどく空いていた。徳川と石田両勢力が崩壊したことで連綿と続くことが確定した果てしなき乱世、その中に自身の欲求を満たしてくれるほどの宝を持つ者はすでにいない。故に彼は赴いた。かつて自身と幾度となく杯を交わし物静かに語り合うに足りたとある人物と、もう一度だけ言葉を交わすために。人とは不便なものだ。どう生きようとも自然と乾き水を欲する。ならば現世とは広大なる好き道そのものでしかない。そうだろう信長公。境ごきげんよう信長公。これで三度の開港だ。貴様も世に粘りし取る以降、いかに松永男女を久しぶり、この名に思えよ。このひとときのためならば熾烈にも潜ろうものだ。ひそやかに茶を交わし物語りたいところだ。存ぜぬ者の杯にはどうほどの価値もなし。覚えがなくては茶席にも招かれまい。一つ敬の意識を呼び覚まさせていただこうか。大義どれ、そんなものか。この茶器つくもカミナスに覚えはあるかね。しこり真っ向を帯びて使いしとあり男女違反と物とは珍ろう。不動国行き刑が朽ちた後に回収した人だ。不動国行きつくもか。人には男女を目指す。世に左右の場を伏した。茶を立てたいと願う相手も他にいなくてね。刑のためならば心のままに器を回そう。野立てゆえに命ず、世の膝元に猛戦を防いよ。承知した。しばしの猶予を賜るとしよう。
煉獄か。本能の炎と何も変わりはしないが、まあ清き湯を湧き上げるのにはことかく前に。明智光秀、茶菓子は彼の名で構わないかな。どれぞ、おかしいだろ。御意、時には戯れも役に立つものだ。茶筅やよし、返しやよし、茶釜は何を固まる、世を立たしめること。愚劣なのより、何をためらう。徳、場を整えよ。我リンゴの裏に渇きを覚えり。まずは詫びよう。かけがえなきこの場にどうしても足りぬものがある。ケイと私の茶会には欠かせなかったものだ。ヒラグモ、この名に覚えは。古天明よ、古き天明のヒラなりクモか。そう、K も幾度となく欲した一品だが、すでに土へと帰り、手元にはないのだよ。あれをしのぐほどの器にはそうそう会えなくてね。こうよ、この欲界に使えるものはないか。聖の水はすべからく泥ぞ。清き釜などありはせぬ。そうか、ならばこうするとしよう。慶の頭蓋を新たな器とさせてはくれないかね。許す。貴様の当該も杯とするならばな。三度の許し、灰で済むとは慈悲深きものだ。翌天左右の幕開けぞ。飲み回す手間も惜しまれる。熱いうちにいただこうか。
酒よ茶がま次よ酒うずき魔王の鎌にフクロウの灰、影の席にはふさわしい。刑が打たれたと聞き、かすかに心を惜しんだ。私として、呆れたな。何者をも恐れぬ刑が最後に首をかばうとは。壊れた者の魂はかつてとは異なるようだ。この器はもう宝ですらない。それはどこにいる？